皆さんこんにちは。23年間 FBI 諜報員として活躍したという元捜査官が、現場での豊富な経験をもとに嘘を見破る方法を紹介してくれました。元 FBI 捜査官による鋭い考察。実生活、特に恋愛においては役立ちそうです。1、親密な関係を構築する。こんなことが言えます。人当たりの良い、いい警官ほどおおむね成果を上げるもの。事務的に接したり何でも非難する警官の印象が強いのは言うまでもありませんね。でも心を開いて会話の中で感情移入できる部分がある方が、結果として相手の心を開かせることができます。まずは相手の懐に入り込む、これが大切です。2、嘘をつく相手が予想していない質問をする。人を騙すような人間は大体相手からの質問を先読みし、予想を立てていることがあります。それができるから彼らの回答はどこか本能的で的を得ているように感じてしまうのです。でもこれは錯覚。彼らは事前に質問に答える用意を周到にしているだけ。ならば彼らが予想もしていないような内容をわざと言ってみましょう。きっとすぐにボロを出しつまずくはずだから。3、自分が話すより聞き役に回る。得てして嘘が多い人ほど誠実な人よりも話す傾向にあり、自分の正当性を主張しようとするものです。さらに彼らは真実をうやむやにするため、わざと複雑で理解しにくい表現を使うことも。次のような点には特に注意が必要です。嘘をつくことによるストレスは人を早口に変える。ストレスを感じている人は得てして大声で喋る。嘘をつくタイミングで自然な口調からガラリと一変する。咳をしたり繰り返し唾を飲み込むような行為が続くのは緊張している証。ただし当てはまるからといって必ずしも相手が嘘をついているかといえばそうではありません。でもこれらのサインを感じたら何かしら注意が必要だと思ってください。4、相手が何に対してノーを言っているかに注意を払う。誰かがあなたを欺こうとしている時、ノーは一つのキーワードとして見落としてはいけない言葉。多くの場合、人が嘘をつく瞬間というのはこういう感じからではないでしょうか。否定する時は目を合わせようとしない。否定する時に限って目をつむる。躊躇した後に否定する。違うってば否定を繰り返す。あえて抑揚なく否定する。5、態度が変わった瞬間を見逃すな。立ち居振る舞いに微妙な変化が現れるような時は嘘の始まりかもしれません。次のような態度の人には十分に注意を。会話の最初は用心深かったのに肝心な時に逸脱する。質問に対して詳細を説明したがらず極端に回答が短い。話し方がやたらと形式的。何かプレッシャーを感じているサイン。いいねと言えばいいところで素晴らしい、素敵だなどあえて誇張した表現に変わる。6、話の辻褄合ってる。詳細を説明させる。誠実な人の会話の組み立て方は詳細を追加したり場面を思いながら内容を進めていきます。これに対して嘘をつく人たちはストーリーを暗記するかのように記憶し、そのまま伝えようと試みます。なぜなら、もしも余計な追加情報が加わると、辻褄が合わなくなってしまうから。もしも、話している内容が疑わしいと感じた時は、その人に詳細を説明できるか、試してみれば、一目瞭然でしょう。嘘のない人であれば、なんてことないことでも、彼らには矛盾が生まれる要素となります。だから、必死で話を簡略化しようとするわけです。7、お世辞や褒め言葉に乗ったら、アウト。確かに、この世の中には、純粋でいい人たちが大勢います。でも、誤解しないでほしいのは、やたらと印象が良かったり、どこかおしつげがましさを感じるような時は、注意が必要だということ。あなたの意見に全面的に賛成したり、いつも褒めてばっかりで、あなたの冗談に過剰なほど笑ってみせる。これらは逆に信頼性や誠実さを欠くものだと理解することが賢明です。8、疑わしきは質問攻め。もちろん誰だって嘘をつかれるなんて嫌。しかし嘘は時として会話の結果に依存していたり、プライベートな質問への恥ずかしさや特定の質問への不安感などが大きく影響していることは覚えておくべき重要なことです。例えば、面接時に前の会社を辞めた理由を隠したがる人も多いはず。でも、もしあなたが個性的で、その会社にふさわしい人材だと信じるならば、退職の理由を隠す必要なんてありますか？返答に困るようならば、質問をどんどんと深掘りしていくこと。疑わしい場合は、洞察力ある質問をどんどん続けることです。それさえできれば、あなたもプロのように、嘘を見抜く千里眼が身につくはずです。ご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。